王林神学塾の辻中です。どうも、代表の新宮武虎です。今回は DUO 3.0 こちらの使い方についてご説明していきたいと思います。はい。 DUO 3.0 どういう方向けにおすすめですか？ DUO セレクトやってから DUO 3.0 やった方がいいかなと思うけれども、何がいいかって言ったら、一つの例文に新しい単語が3つとかあるんだよね、うん、何がさらにすごいかって、音声でセレクトだったら36分、 3.0 だったら63分で一周はできるから、音声使いながら単語を覚えていくと単語帳が1冊1時間ぐらいでできちゃいます。いやでも反復できるってことですよね。セレクトだと36分なんで1日2周余裕でできます。音声学習で何が一番いいかって、ストップしない限りちゃんと終わんのよ。勝手に引っ張っていってくれるし、自分が嫌になってやめちゃうこともないってことですね。音声でできるから友達とかと一緒にしやすいのよ。一番おすすめは 2,3 人で集まってやるとやめづらいじゃん。強制的に終わらせることができるっていう優れた代物です。難易度的にはシスタントぐらいまではいけますよね。シスタントの方が受験の単語は網羅してます。 DUO のメリットはシスタントよりも早い時間で終わらせることができるってことですね。そういうことですね。我らが宇野先生、東大の絵は100点でしたけど、単語帳は DUO とテクニックしか使ってないって言ったもんね。 DUO 3.0 で基礎作って足りないからプラスアルファする、そんな感覚ですよね。そんな感覚だよね。マーチとか協定レベルだったらトリセツで十分ですよね。単語それで全部網羅してるかどうかはともかく、シスタントとかターゲットとかやってるのに難しい単語力を手に入れつつ、短い時間で終わるよっていうところが魅力的だよね。なってしまったら覚えれますよ。確かに。先に使い方説明していきましょう。音声を必ず使ってやります。音声が流れる前にだいたい1、2秒間があるんですよ。これから流れる音声はどういう意味の英文が流れるのかなってことを把握するために、英文が流れる前に先にここをわーってチェックします。そして音声が流れてきます。 We must respect the will of the individual という風に音声聞きながら一緒に読んでいきます。また1、2秒間があるんで、その間にここを目を通します。音声が流れてくるので、それと一緒に英文を読んでいきます。 Take it easy. I can assure you that everything will turn out fine という風にやっていけばいいです。人によって多少差はありますけど、10周ぐらいしていくと例文の訳と例文がセットで意味が分かるようになります。この段階では各単語の意味が把握できるっていう状態にはならないっていうのが、まあ、よくあるパターンかなっていう風に思います。意味を覚えてきたら、次は音声と一緒に例文を読んでいきましょう。 We must respect the will of the individual という風に一緒に目を通していきます。その時によく注意してほしいのが、聞き流すんじゃなくて、レスペクトって聞こえた時に確か尊重するって意味だなとか、インディビジュアルっていう単語が聞こえてきた時に確か個人って意味だなっていう風に思い出すようにしてください。思い出せなかったら単語の意味とかを確認してもらって構いません。確認するスピードよりも早く音声が流れていっちゃって、確認しきれないんですっていう質問をいただくんですが、どう思いますか？例文のとこだけチェックさせてもらって、音声が流れ終わった後とかに確認すればいいかなって思います。必ずしもその場でやんなきゃいけないわけではない。僕は正直その確認すらしなかったです。なぜかというと、1周63分とか36分でできるんで、次の週で確認すればよくねと思って大雑把な感じでやってました。周回することを優先的にすると、さすがに20週とか30週とかやってても全然入ってこないなっていうところは多分意味が分かってないと思うんで、そういうところはさすがに確認するようにしてます。11週から20週ぐらいしていると、前編と後編の単語の意味をだんだん覚えていきます。21週から30週ぐらいで中盤の意味をだんだん覚えていくってことですよ。おそらく30週ぐらいでだいたい覚えるかなっていう人が多いですけど、それぐらいですね。意識してほしいところは、こういう派生語みたいなものたくさんありますけど、僕はここ見たことないです。なぜかというと、僕が考えるDUOの魅力って36分63分で例文がブワーって終わることなんで、それ以外のことするんだったらシスタントとかターゲットでよくねって思っちゃうんで、早いところに特化した勉強法ってところですね。これは僕の指導経験ですけど、一つのこの例文に知らない単語がだいたい4つ以上あると何周しても覚えないかなと思うんで、目安としては3つ以内っていう状態が本当は一番望ましいかなって状態だと思う。4つ以上ある人は別の単語帳からやった方がいいですか？ DUO セレクトですね。 DUO セレクトが4つ以上分かんない単語あるよっていう人は、中学英単語系の単語帳で勉強した方がいいかなっていうふうに思います。ということで、今回 DUO 3.0 の使い方を実際に画面も映しながらご説明してまいりました。実際やることによって英語力めっちゃつきますし、継続しやすいからよりいいですよね。何がいいかって、やっぱ音声でやってくれるんですよ。僕が受験生の時あるあるは、地理の勉強したりとか古典の勉強とかしたりとかしてて疲れたなっていう時とかに、ソファーとかに座って再生って押してガーってやる、強制的にできるっていうのがすごく良かったかなっていうふうに思います。シスタントターゲットと違って、 DUO にしかない強みっていうのは、基本的に例文で覚えていくんで、単語の使い方とかを学びながら勉強することができますね。会話形式のものとかも多いんで、早稲田の小学部とか受けることにもおすすめですよね。英単語帳を続けるのが苦だなっていうことか、1ヶ月とかで単語覚えたいなっていう方は、ぜひ DUO シリーズはおすすめですので、やってみてください。単語に強くなっていただけると僕は嬉しいです。応援しています。ドーン。